今回も新作のエピソードが2本。そこをなんとか買ってほしいぞ。ひまわりを起こすな謎が放送されました。僕の気のせいかもしれませんが、最近再放送の話が少ないような気がします。これはとてもいいことですね。新作の話1本目。そこをなんとか買ってほしいぞはまずタイトルが面白い。アクション仮面の最新フィギュアを買ってもらいたいしんのすけだったが、ミサエが買ってくれない。しんのすけは風間くんたち3人にミサエを説得してもらうように頼み込んだ。ミサエを説得するのに北風は旅人のコートを脱がせなかった。しかし太陽は旅人のコートを脱がした。だからミサエの方が先に優しさを見せたらどうだろうかと。北風と太陽の話を持ち出す風間くん。するとミサエが、あの話は太陽の温かさが人を変えるのではなく、人を変えるにはそれに合った方法があるのだと珍しくいいことを言って皆を感心させる。風間くんは説得に失敗したが、しんちゃんはいいこと言う坊ちゃんの勝手勝手攻撃を受けるミサエ。そんなつぶらな瞳で頼まれ頭まで下げられたらさすがにミサエも買うしかない。しかししんのすけが調子に乗って他のも買ってもらおうとして結局買ってもらえなくなった。せっかく坊ちゃんが頭下げたのにやれやれだぞ。もう一つの新作話はひまわりを起こすならぞ。なんか昔こんな話があった気がする。この逆パターンでひまわりが眠れなくてイライラする話とかもあったよね。ひまわりを寝かせようとして年々ようコロリようと歌うミサエ。いつの時代の人だよ。ひろしのベロベロバーを見てさらに泣きわめきひまちゃん。まあちょっと怖いからわかる。久しぶりにげんこつきた。大切なアクション仮面キラカードがひまわりのよだれに侵されそうになる。しんのすけに股間を踏まれたひろし。ひまわりを寝かしつけてもこれじゃおちおち眠れない。グリグリ攻撃未遂のミサエ。やっぱりげんこつとグリグリ攻撃はクレヨンしんちゃんに欠かせない。来週はアクション仮面ウォーカーの話。しれっとひまわりもアクション仮面のコスチュームを着ていて、アクション仮面妹の話を思い出す。それではご視聴ありがとうございました。